はい、こんにちは。今回は、リストリラティブスっていうのを使っていこうと思います。まあ、これが何かっていうと、こう選択すると、トランスフォームノードが選択されて、このシェイプっていうのは選択されないんですね。で、選択するにせよ、例えば P3 や4を選んで、下ボタン、まあ、カーソルの下、カーソルダウンで、まあ、こうピックウォークっていうコマンドが出るんですけど、こう下に押すとこのメッシュ本体を選べるっていうのができるんですけど、まあ、これをスクリプトで行う場合は、まあ、このリストリラティブスっていうのを使って取得することができます。ちなみに私が Python 始めた当初は、まあ、結構気合のやり方でやっていました。ちょっと紹介しましょうかね。まあ、いつも通り、プロンマやインポート CMDS で選択なんかして、1個の、あ、いいかな、これ。で、CMDS レースセレクションイコールトゥルーにします。で、for 文でノード。ここまではいつもと一緒で、ここから、CMDS とセレクトノードってやって、CMDS とピックウォルクイコール t イコールダウン、これと一緒ですね。これで、これが取れれば成功ですね。これで実行やると取れるっていうのをやってたんですけど、セレクトっていうのを挟むと結構処理が重くなるんですね。このハイライトするっていう動作が結構重いです。こう緑になるのが。で、これはあんまりよろしくないので、裏でどうやったら取れるんだろうってちょっとその当時は思ってて分かんなかったんですけど、なんかリストリラティブスっていうのが取れるっていうのが分かって、でこっちにを使うことに、まあ、対応するようになりました。で、この辺ってやっぱ、他の人のスクリプトを見ないと分かってこなかったりするので、フリーのスクリプトとか、まあ、海外のスクリプト、まあ、配布しているサイト等もあるので、そちらで勉強するのはおすすめです。で、ノードシェイプってやると、まあ、これシェイプノードっていうんですね。こうぶら下がってるものっていうのは。で、これで選択して、シェイプが取れる。プリントシェイプ。うん。シェイプスなのかな。うん、そうですね。で、これでシェイプが全部取れるっていうのができます。で、ここからちょっとリストリラティブスのシェイプについて見ていこうと思います。今回、まあ、例えばこの PySide っていうのを作ってるんですけど、ウェブブラウザーみたいなのも、マヤだけの中にこう作ったりも、まあ、そこまで難しくなくできたりするので、将来的にはここら辺も紹介していければなと思っています。で、リストリラティブス。で、これで、まあ、いろんなものがありますね。階層の上下を取得できるって思うといいかもしれないです。上下っていうのは子供とか親とか、まあ、シェイプとかもそうですけど、例えばこのシェイプの親を取得したいってなったら、ペアレントってやつを使えば親が取れる。プリントシェイプ。シェイプじゃないですけど、P スフィアが取れる。これの親、P スフィアが取れる。で、こういう時もペアレントってちゃんと変数名変えた方が分かりやすいですね。という感じでシェイプはこれで取ることができます。まあ、ピックウォークダウンでも取れるんですけどね。この一括で選択してピックウォークってやれば、こうやってピックウォークはカーソルの下ボタンで取れます。で、この子供が取れたら何がいいかっていうと、例えば、このシェイプしかを取得しないと実行できないコマンドっていうのが結構あったりしていて、例えばポリゴン系、この子供に入っているのはポリゴンなんで、ポリゴン関連の、コマンドはこのシェイプを取って実行する方がいいです。例えばこうポリエバリュエイトっていう、
コマンドなんですけど、これでシェイプにして、シェイプスにして、シェイプスの方がいいかな、まあいいか。でシェイプ、これ返ってくる値がこうリストに入ってる、ちょっとちっちゃかったですね、リストに入ってるんで、こうやってリストの0番やんないとリストからこの中から取り出せないようになってます。親選択肢ですね。で中が取れました。でこれに対して CMDS ポリ A バリュー8、でこれポリエバリュー8っていうのは何ができるかっていうと、まあ、評価、ポリゴンの評価みたいなところなんですけど、例えばエッジの数を整数で返しますとか、まあ、頂点とかバーテックスとかいいですよね。重いポリゴンはどれかを調べるとか、ナム VTX みたいな。で、プリントナム VTX。で、やると382頂点っていうのがわかります。これ全部今のところスフィアなんで、まあ良くないんですけど、ポリゴン、スフィア、シリンダーとか、よいしょ。で、これとこれとこれ選択して、結構、382、842。で、一番大きいの382ですね。とか、こうやってまあ、結構ゲーム開発とかだと、まあ、ポリゴン数の制限とか、まあ、頂点数の制限があったりするんで、まあ、こういうので自分で、まあ、1万頂点超えちゃったから小さくしないとっていうのが、まあ、こういうので自分自身でチェックできるので、でこのポリエバリュエイトっていうのはおすすめです。バーテックス以外にもいろいろ取得できるので、ポリエバリュエイト。でこのポリってつくのが大体使えるので、セットにこのポリってつく。だからここでポリとか選択すると、まあ、いろんな、何でしょう、コマンドがあるので、まあ、この中からいろいろ調べていって、どんなものが使えるかっていうのを探していくといいと思います。まあでも特にポリエバリュエーターは本当によく使うと思います。はい、今回はリストリラティブスの紹介と、あとはポリゴン、ポリエバリュエートっていうのを、少し紹介しました。はい。で、ポリエバリュエートも掘り下げようと思えば掘り下げられるんですけど、ちょっと、調べれば多分三角形の数とか、この辺もゲーム開発とかでよく使うと思うんで、そういうポリゴンの情報を取得するっていうぐらいなので、一旦今回の回でこのポリエバリュエットも取り扱いも、今後はやらない方向でいこうと思います。はい、今回はポリエバリュエットと、主にリストリラティブスの紹介となりました。はい、今回は以上となります。チャンネル登録よろしくお願いします。